の先発はまだ勝ち星のない山崎。1対0とリードした3回、ツーアウトからランナー1人を置いて5番ハウエルを迎えます。カウントを取りに行った高めの球、7号逆転ホームラン。山崎は4回にも1点を失い、阪神3対1とリードを許します。ヤクルトの先発は松本茂。まずまずのピッチングでしたが、5回自らのエラーでリズムを崩します。ノーアウト1塁2塁で1番に帰って和田、得意のライト打ちで満塁、チャンスを広げます。ここでヤクルトのピッチャーは石井、阪神も代打真由美を送ります。押し出しのフォアボールで1点差。ヤクルトの村監督は先発ローテーションの伊藤までつぎ込みます。ワンアウト後4番オマリ、低めの変化球が多いという読み通りのバッティングでした。2人が帰って逆転、勢いに乗った阪神の攻撃はまだ続きます。5番石峰、石峰はこれが27打点目、打点トップに立ちます。そしてとどめはディア、センター返しを心がけたという当たりは逆風をついて5号ホームラン。阪神はこの回打者11人を送る猛攻で一挙に7点を挙げ試合を決めました。ありがとう。阪神タイガーファンは一番やー。阪神は今シーズン初めての2桁得点、中村監督は連勝の反動が来るのは怖かったので今日の勝ちは大きい、これからにつながるだろう、チームの勢いに手応えを感じていました。ちょっと大丈夫か、ヤブの方なんです。安全の体勢の先発でスイスイと行きました。よかったですね。とにかく初回からもう本当に小気味のいいピッチをするんですがね、こういうその小気味がいいと野手もこういう風な好プレーが出る、まあ、あの好循環ですね。今日は八木がね本当に素晴らしいプレーを2つするんですよね。だからまあバッティングの方でも今日はやるんじゃないかなっていうね感じはありました。さあそしてご紹介したように実質中1日で出てきた野村なんですが、1回2回とピンチは出しました。3回の裏ツーアウトを取りながらこれ3番八木です。はい、そんなにねいい当たりじゃなかったんですけれどね、はい、まあ、ブラックスもツーアウトということでね思い切って取りに行きましたよね。八木は3塁に達します。そして4番のオマリーですが、これ外より高めのストレート、本人はボールじゃなかったかなと言うんですが、はい、まあでも触れてますね、はい、今のオマリーはね。こうしてタイガースがご覧のように3回1点を取りました。選手点さらに次の4回のタイガース7番新庄でその初球ですが、タオさんは、はい、田辺の腕の振りと新庄の足の上げ方がぴったりとおっしゃってましたが、野村ね、あ野村ね、そうなんですよ、はい、もう足上がった時にね、はい、ヒット打つなと思ったんですけどね。あ、はい、結果はライト右のツーベース、ワンアウト二塁三塁と展開変わって和田と勝負せず、ワンアウト満塁で久慈との勝負でまずワンツーからスピードファール、はい、そうですね、まあ、これで追い込まれて今までの久慈だったらここでやられるんですがね、はい、そのスクール失敗を今まで取り返しましたね、はい、最後は99キロのカーブをタイムリー2対0、八木犠牲フライ3対0、そしてオマリーも右中間に落とすタイムリーで4対0です。なんかピッチャーが抑えてるんですけれども、やっぱり当たってるバッターはヒットゾーンに行きますね、はい、そしてヤブにも注目しましょう、まあ、6回に駒田ブラッグスの連打で1点は失いましたが、相手の近藤監督までがいいピッチャーだなと感心してました。そうなんですよ、僕もねやっぱりバッターの気持ちで見てましたけど、今日のヤブだとやっぱ打てないなという感じしましたね、はい、それともう一つ感じたのが関川の配球なんですけれどもね、今までの配球とは全然違う配球をするんですね。フォークを5つぐらい続けたりとかね、そういうのはやっぱり僕は軌道を参考にしたんじゃないかなという気がしますね、はい、8回途中から雨になったんですが投げすぎもなかったですよね。そうです、もう今日は言うことなしですね、はい、まあ、キャッチャーとそのバッテリーね、もう息が良くて僕が投げると打線が打ってくれるんで、もう信じて投げてましたけど、まあ、この後も、5割と言わずどんどん勝ち越して貯金をしていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。
ということでタイガースはベイスターズに4連勝言ってました。5割あと1つで、ベイスターズは逆に最下位。それからヤブですが、全て火曜日4勝目、意外なことにこれが甲子園での初勝利ということです。すごい面白い。甲子園0対08回の裏からご覧いただきましょう。タイガースこの回先頭中田をよくリードした木戸がヒットで出塁、そしてピッチャー中田が送らずに強攻策、これがライト前に抜けます。ノーアウトランナーが1塁2塁です。で続く和田のファーストゴロでランナーがそれぞれ進んで、ワンアウトランナーが2塁3塁です。そしてバッターは2番の久慈、しかし久慈の当たりはセカンドローズの正面、なんとローズがトンネル、木戸中田2人が帰ってついにタイガース2対0と均衡を破りました。これに対してベイスターズ9回表、先頭ローズ今日3本目のヒットで出塁して、畑山はサード正面、八木の正面ですが、八木はトンネル、トンネルにはトンネルでお返し、ノーアウト1塁2塁、完封目前の中田から中西にスイッチします。そしてバッター進藤はワンボールの2球目レフトへ大飛球、この回からレフトに入ったファイター南村豊蔵、フェンスにはファインプレー。続く横谷にフォアボールでピッチャーが中西から古溝に変わります。ワンアウト満塁、古溝に対して代打堀江、トゥーナッシング、5球目の当たりはショート久慈の正面、 6-4-3 と渡るダブルプレー、タイガースが2対0で勝ちました。タイガースついに待望の5割到達、明日から開幕のつもりである中村監督、好調タイガースセリーグに嵐を呼ぶ予感がします。という完全試合男牧原が先発。牧原は2回先頭のオマリーに31人目にして久しぶりにヒットを許します。この回は0点で切り抜けますが、3回2アウトから2塁1塁のピンチを招き、新庄に初球を狙い打たれ、阪神に先制点を許します。その後さらに満塁で19打席ヒットのなかった石峰にもうまくライトに運ばれ、この回合計3点を失います。一方阪神先発はルーキーながら4連勝のヤブ、そのヤブは4回ワンアウト満塁の大ピンチを迎え、バッターは岡崎、しかし岡崎はボール球に手を出し三振、続く篠塚もセンターフライに打ち取り、ジャイアンツに得点を許しません。さらにバックも5回オマリーのこのプレー、好投を続けるヤブを盛り立てます。今日のヤブはウィニングショットのフォークが鋭く決まり、巨人打線を翻弄、阪神ファンもうっとりするようなピッチングで付け入る隙を与えず、初物に弱いジャイアンツは8回までゼロが続きます。そして9回もあっさり2アウト、最後のバッター岡崎を打ち取り、プロ初完封で5連勝、ルーキーのシャットアウト1番乗りでチームの連敗も4でストップしました。タイガースヤブの前にジャイアンツ打線今日はお手上げ。伝統の一戦第1ラウンドはタイガースが勝ち連敗を4で止めました。では嬉しいプロ入り初完封をジャイアンツから挙げたヤブ投手です。相手ピッチャーは牧原さんということで、3戦でやった後の試合で2試合連続やられるんじゃないかという説明がありましたけど、今日は伝統の一戦を見にたくさんのお客様ご来場いただきましてありがとうございます。